サネからミニ、ミソップです。今日は夏の水やりをしていきましょう。夏のお手入れで慣れるまではちょっと難しいのが水やりです。夏の水やりはなるべく控えめにと言っておりますが、全くあげないわけではありません。お水を切りすぎると葉焼けの原因になるので、葉の水分がなくなってきたらお水をあげましょう。こちらにお水の切れた多肉があります。こういう状態になったらお水をあげます。ではお水の切れていない多肉と比べて見てみましょう。こちらがお水が切れている状態です。そしてこちら、お水をもらって葉がふっくらしています。こちらはややツルピカ系です。もうキューッとなってお水が切れているのが分かりやすいかなと思います。そしてこちらがお水をもらっている状態です。この状態の時はまだお水やりはしなくて大丈夫だなと思います。こちらはお水が切れて外葉もカリカリと枯れています。やはりこう葉が上に立っていますね。こちらのように葉数が多くて葉の薄いものはこう触ると本当に柔らかくなってます。お水が切れているのが分かりやすいです。こちら同じ品種です。カチカチです。ここまでお水が切れているときはジャブーっとたっぷりあげます。こんな感じです。こうです、こうです。私は頭からかけます。そして下からお水が出てくるまでもうちょっと。今日から2、3日やや曇りで気温も低いので、このぐらいたっぷりあげます。たっぷりあげます。気持ちよさそうですね。葉の色が若々しくどんどん成長している苗はお水を欲しがります。しっかり締まって肉厚な苗は結構お水を切っても大丈夫。自分でお水を蓄えてくれています。夏になるとどうしても多少は傷んできます。ただ傷んだ多肉たちは教科書です。いろんなことを教えてもらいましょう。それではまた次の多肉でお会いしましょう。